チンボの相場って言われてるのは約1万2000から2万。何よりも深い人間関係を目の当たりにはできるはず。夜の大久保公園立ちんぼ調査。おやっぱいるんすかね。おるねこれ。おお一番有名なのがここ東京新宿大久保公園の立ちんぼと。おおなんか聞いたことあるっすわ。調査しよう。めっちゃ酔ってたのに俺と目が合った瞬間めちゃくちゃスタスタ歩きました。おおディスるわけじゃないけれども、例えばデッドボールが罰ゲームのようにこの立ちんぼっていうのも半信半疑で来る人が多いから。へえそうなんですね。相場はバラバラ。一般的にこの新宿大久保公園有名なところの立ちんぼの相場って言われてるのは約1万2000から2万。あそうなんですね。交渉中交渉中。やっぱりそこってスキルが問われるから。うんこういう中にはこんな子もきっといるかもしれない。終電がなくなるともう今日慌てて帰りたくない、はい、でもお金がない。なるほど。だからここでどうしても1万円欲しい。そんな子も来るから。そんなのもあるんですね。それって現役の立ちんぼじゃない。困った窮地の挙句にここに来ればなんとかなるかもしれないって思ってる子もいる。おおなるほど。面白いんですよ、ね。なんなんやな今起こったよな。この交渉中ですね。交渉中。なぜか20代前半中盤の立ちんぼの女の子に寄ってくるのが40代50代みたいな風貌の男が多い。おー確かに確かに多かったですね。本日大久保公園立ちんぼ調査でした。いろいろ考えさせられましたね。深夜なんで声のボリュームは控えます。ただ何よりも深い人間関係を目の当たりにはできるはず。